2024世界10大リスク、はい、もうびっくりするようなタイトルですけどね、はい、これさまざまな国際情勢を分析しているユーラシアグループという、アメリカにあるんですけど、ここが毎年この1年どんなことが世界にとってリスクですかというのを順番をつけて発表してるんですよね。で、じゃあ今年一体どんなリスクがあるのかというのを改めて紹介しましょうか。はい、ちょっとすごろくのようになってますけれども、はい、ナンバーワンから、はい、ナンバー10まであります。はい、一つ一つ見ていきましょう。はい、池上彰と増田ユリヤの YouTube 学園。まず、リスクのナンバーワン、米国の敵は米国ときました。やっぱりアメリカが1位ですね。まあそうですよね。うん、やっぱりバイデン、トランプ、2人によるこの11月に大統領選挙がある。本当にアメリカって今分断が進んでますよね。そうするとどっちが勝っても大変なアメリカの混乱が起きるんじゃないかという、それが非常に世界にとってもリスクだということをナンバーワンに入れてるわけですよね。最近は池上さんが嬉しそうに「もしとら」っていう言葉をよく使うんですけれども、はい、この「もしとら」っていうのは、はい、もしトランプが当選したら、これもともとベストセラーで「もしドラ」って言われたのがありましたでしょ。はい、本の題名があまり長いので「もしドラもしドラ」って言われてたんですね。それをちなむ形で「もしトラ」って言ってるってことですけど、はい、本当にトランプ大統領になったらさあ世界はどうなるんだろうかといって、多くの国の人たちが、注目しているってことですよね。どうなるんですか？トランプさんがですね、大統領になったら自分でも言ってることがあるんですけど、大統領になった初日は独裁者になるって、初日だけ独裁者だっていう言い方してまして、うん、まず世界中の商品、アメリカに輸入する商品には一律に 10% の関税をかける、はい、つまりアメリカが輸入品に、ものすごい高い値段をかけるってことは、アメリカに輸出している世界中のさまざまな企業の商品が売れなくなるわけですよね。うん、世界経済にものすごい打撃があるんじゃないか。あるいは今バイデン政権の下で石油開発とか石炭開発にブレーキがかかってるんですけど、それを全部やめると、うん、石油や石炭をもっとどんどん掘るんだっていう言い方をしてますし、海外に展開しているアメリカ軍をごっそりアメリカに呼び戻してメキシコとの間ね、国境を守るんだっていう言い方をしているんですね。うん、それ以外にも実にいろんなことをやるんじゃないかというので、世界が、大混乱するかもしれないと心配している人たちがいるということですね。うん、一番大きい問題って何ですか？いろいろ難しい。一つだから、そもそも関税で 10% 上げるというだけで世界の貿易が相当ブレーキがかかりますよね。うん、日本だってアメリカに輸出しているものの値段が上がるわけですから、輸出がすごく打撃を受けるということもありますし、あるいはウクライナに対する支援をおそらく全部やめるだろうとなると、ウクライナが戦争に勝てなくなるという、そういう意味でもいろんな影響が出るだろうと考えられてるわけですよね。うん、国内的にはどうなんですか？国内的にはものすごく国内のさらに分断が進むだろうというわけですね。例えば今トランプさん何件も裁判にあって起訴されてますよね。あれはバイデン大統領の差し金だって恨んでますから、自分が大統領になったらバイデンを捕まえるための材料を集めろとか、自分に対していろんな対立をしていた連中をみんな捕まえろと FBI を使ってですね、それをみんな捕まえようとするんじゃないかというのが、だからこれまでトランプさんに反対してきた人たちが戦々恐々としてますね。なるほどね。うん、じゃあ国内外ともいろいろな、はい、なんでしょう、はい、混乱が起きるということで、はいはい、ナンバーワンだということなんですね。そうなんですね。はい。はい、じゃあ2番目です。はい、瀬戸際に立つ中東。はい、これはイスラエルの問題ですか？そうですよね。今ガザに対する攻撃をしていますよね。これで本当にガザで大変な大勢の犠牲者が出てます。でもそれだけではないんじゃないか。特にイスラエルの北部のレバノンにヒズボラというイスラム教シーア派の武装勢力があって、今でもイスラエルに反発しているわけですね。そしてハマスに連帯するという形でイスラエル北部に対して例えばロケット弾を撃ち込んだりということをしているわけですね。今は散発的な戦いなんですけど、イスラエルのネタニヤフ首相はこの後ヒズボラに対する全面攻撃に踏み切るかもしれない。つまり今実はネタニヤフ首相って、刑事被告人なんですよね。収賄の容疑で裁判になっている。でも戦争中だと首相を裁判にかけるわけにもいかない、あるいはガザでの戦闘が終わればこのハマスの攻撃を防げなかったネタニヤフ首相の責任が追及されるかもしれない。でも戦争を継続している限り自分の身は安泰だから、ガザでの戦闘が終わったら今度はヒズボラとの全面的な戦争に踏み切って結局は自分の地位を守ろうとしているんじゃないかとなると、本当に中東での紛争戦乱がさらに広がるかもしれない。というのはこのユーラシアグループが2位に挙げているということですね。つまり自分のために戦争を継続するというようなことがとてもこうリスクになってくるということなんですね。はい、その通りですよね。はい。はい、で3番目です。はい、ウクライナ分割。はい、このウクライナの問題も3年目に入るんですね。そうですよね。で、当初はね、特にアメリカがずいぶん軍事援助しましたよね。それでウクライナ、アメリカの支援によって、ロシアの、攻撃を防いできたわけですけど、今アメリカの国内でこうもうウクライナにそんなに支援する必要ないんじゃないかと。特に共和党のトランプ支持派の人たちにしてみれば、なんでそんなウクライナのために金を使うんだ、アメリカ国内のために使えばいいんだ、だから支援をやめるべきだっていう状態になってしまってですね、今議会で予算が通らないんですね。と、うん、いうことはアメリカのウクライナの支援がもう止まっちゃってるわけです。はい、そうするとウクライナがロシアの攻撃を防ぐことがもうできないような状態になっているということは、結局今年ウクライナの東側の部分、ロシアに占領されたまんまになり、ウクライナが分割されてしまうかもしれないという、そういうリスクがあるんだということですね。分割されるということは、ここで戦争が終わるということですか？結果的にそういうことになるんでしょうね。ただその時の戦争の終わり方がどうなるかということですよね。今のまんまで停戦っていうことになるのか、もしウクライナがロシアに負けてしまうということになれば、ロシアとしてはゼレンスキー大統領を戦争犯罪人として裁判にかけるべきだということになりうるわけですよね。そういうことも含めて、どのような形で戦争が終わるのかによって大きく変わりますよね。負けた方が戦争犯罪人になるんですか？そうですね。じゃあプーチン大統領は戦争に犯罪には問われないんですか？そうなんです。そんな理不尽なことがあるんですか？戦争ってみんなそうですよね。だってほら、例えば東京大空襲ってアメリカ軍がやった時に、はい、一晩で10万人の東京都民が死んだわけでしょ、うん、明らかに民間人を殺したわけですから、本来戦争犯罪人ですよね、うん、だけどアメリカは戦争に勝っちゃったから戦争犯罪は問われないわけですよね、うん、許せないっていう気持ちになりますね。なりますよね。まあでもそれが今のところの国際ルールだということですね。はい、そうなんですね。はい、はい、じゃあ次です、はい、4番目 AI のガバナンス欠如、はい、これ AI、今人工知能、あるいはチャット GPT とか、もうどんどんいろんなことで使われてますよね。でもこれが暴走しないようにするためにはどうしたらいいのか、はい、ということを、例えば EU は EU で話し合いをしていますけど、国際的にそれをどうこうコントロールしていくのかということが全然、合意ができていませんよね。うん、その一方で、例えばさまざまなフェイクの画像だとかいろんなものが出てきている、はい、それによって世界が一段と混乱するんじゃないか。結果的に AI をどうコントロールするのかということができないことがリスクになるということなんですね。うん、じゃあそれはこれから考えていかなければいけない問題の一つだし、はい、私たちにとって影響が大きいから4番目、はい、その通りですね。ということですね。はい、はい、じゃあ次5番目です。はい、これちょっと私よくわからない。ならず者国家の枢軸。はい。はい。枢軸っていう言い方。第二次世界大戦とかありましたでしょ。枢軸国って言い方されて難しそうであまりに分かりにくいというふうに思っていましたけれども、はい、はいね、グループを作るんですかこれは。はい、これはだから当時はね、第二次世界大戦の時には連合軍にしてみればドイツとイタリアと日本がこう枢軸国と言って、悪の象徴みたいな言い方されたわけですよね。だからこの枢軸っていう言い方自身がとも悪いイメージになるわけですね。で、ならず者国家っていう言い方、これもすごい言い方ですけど、アメリカはこういう言い方してるんですよね。それはロシアであり、北朝鮮であり、イランである、このならず者国家がいわば枢軸となって、3つの国が中心となって反米の運動をさらに広げ、世界を混乱させようとしているんじゃないかというのをリスクに挙げているってことですね。手を組むっていうことですか。そうですね。つまり、ロシアは今ウクライナに軍事侵攻したらですね、もう砲弾が足りなくなってしまった、あるいはミサイルが少なくなってきたもんですから、北朝鮮から大量にこれを買ってるんですよね。とすると北朝鮮もこれまで経済的に非常に疲弊してきたわけですけど、ロシアに砲弾やミサイルを売ることによって経済が潤ってくる。で、北朝鮮とロシアが一緒になって反米に戦おうということになってくる。そうすると例えばロシアにしてみれば北朝鮮のミサイルを発射する技術だとか核兵器を作る技術をさらに技術的に援助するんじゃないか、北朝鮮がさらに軍事大国になるんではないかという危険性があるということですよね。うん、イランは？イランは特に反イスラエルという国ですよね。そうすると、イスラエルを支援しているアメリカとイランとの関係が一段と悪化するかもしれない。そしてイランって核開発をしているわけですよね。これ実はオバマ政権の時に核開発を止めることができたわけですよね。そしたらトランプ大統領になってからそんなんじゃダメだって言ってイランの核兵器をやめるっていう合意からアメリカが抜けちゃったわけですよね。そうすると結果的にイランはそれじゃあもう一度核兵器を作りますよと言って今かなり核兵器ができる寸前まで来ているという状態になる。もしイランが核兵器を持つともちろんイスラエルにとっては脅威ですから、その前にイスラエルがイランを空爆するかもしれないというリスクが一つですよね。あとイランってイスラム教のシーア派の大国ですから、スンニ派の大国のサウジアラビアとしてはこれは脅威になるわけですね。イランが脅威になる。そうするともともとのサウジアラビアとパキスタンの密約というのがありまして、もしイランが核兵器を持ったらパキスタンが開発した核兵器をサウジアラビアに渡すというのが密約されていると言われてますね。つまりパキスタンって非常に経済的に弱いのに、なんで核兵器を作ることができたかというと、サウジアラビアが莫大な資金援助をして同じイスラム教スンニ派の国が核兵器を持てるようにしよう。でとりあえずはパキスタンに核兵器を持たせておこう。だけどイランが核兵器を持ったらその核兵器をサウジアラビアに持ってきていつでもイランと対抗できるようにしようという密約が結ばれているというので、こうなると中東で核開発競争がさらに激化するというそういう危険性もあるんだということですね。イランはシーア派の国だから、はい、サウジアラビアと対立関係にあるというふうに見ていいんですか？その通りですね。でイランとイスラエルの関係というのは、はい、隣国だからということですか？どういうことですか？いや隣国じゃないですよ。かなりじゃないですよね。かなり離れてますよね。それが、うん、ちょっとそこのところがよくわからない。イランって、はい、やっぱり今のシーア派の大国としてですね、イスラエルというのがつまり、エルサレムを占領している、イスラム教の聖地を占領しているイスラエルは許せない。イランとしては許せない。イスラエルという国を壊滅させなければいけないというのがイランの今の政権の基本方針なんですよ。イスラエルって国を滅亡させなければいけないということを言ってるわけですね。これはやっぱりイスラエルにとって、あるいはそのバックにいるアメリカにとって大変な脅威だということですよね。なるほど。で、そのイランと2つの国の関係はどういうことなんですか？そうなんですよね。そこがね、ずいぶん離れてるのにってこう思うわけですけど、ユーラシアグループからすれば、例えばイランの核開発をロシアが支援するのではないか、つまり反米という点でこの3カ国は共通の利益があるという形で一段とこれが、関係が改善されるんじゃないか。今特にこの前韓国がですね、ハマスがイスラエルに向かって打ち込んだロケット弾の発射装置が北朝鮮製だったっていうことを発表しているんですね。はい、つまり北朝鮮はさまざまなロケット弾をイランに輸出しているんですよ。ずっとイランがそれをハマスに送っていた。それで結局イスラエルに使われたということになると、結局北朝鮮とイランがさらに結びつくとイスラエルにとっての大変な脅威になる。というのが、まあユーラシアグループからの見方ってことですよね。じゃあこれまでのところを見ると軍事的な結びつきがこう見え隠れしてるっていうようなところで、はい、やはりこれはなんか見逃せないといいますか、はい、ならず者国家が数軸を作るんじゃないかというような見立てだと。ということですね。ただ逆に私たちから見ると、はい、あ、アメリカはそういうふうに見るんだなっていうふうに思いますよね。うんうん、アメリカのある種の一方的な見方なのかもしれないっていうことも、まあ知った上でこれを見ていかなきゃいけないのかなと思いますよね。はい。そして6番目のリスクが回復しない中国、はい、これは経済。そうですよね。つまり世界経済にとって中国など経済がどんどん発展すると世界経済全体にプラスになることがいっぱいあるということですけど、今中国住宅バブルがはじけちゃったでしょう、はい、不動産の会社がどうも経営不振になっていて経済がすっかり落ち込んでますよね。でこうなると結局世界の貿易がなかなか進まない、世界経済にマイナスになるんだというのがこのリスクの6番目なんですね。うん、回復しない、回復の、兆しといいますか、うん、回復できる、うん、ですね。あ、それで言うとね、うん、つまり今の習近平国家主席っていうのは経済にさまざまなこう締め付けをしてるんですね。前は本当に自由に経済活動させていたんですけど、共産党の言うことを聞かなければいけないとか、金儲けを勝手にやってはいけないってものすごい締め付けをしてるんですね。その結果こう中国の中でもっと自由闊達に経済活動をしようという動きがなくなってきてるし、あるいはスパイをこう取り締まるんだって法律を作ったでしょ、はい、海外から中国に企業を投資をしてそこで仕事を始めるといつスパイとして捕まるかもしれないという恐怖にもって中国に新たに投資をしようという動きが今止まっちゃってるんですよ。結果的に中国経済が発展しないという、そういうリスクがありますよということですね。はい。で7番目です。重要鉱物の争奪戦。これはレアハウスとか、はい、そういうものになりますか？そうですね。レアハウスとかね、ニッケルとかコバルトとか、うん、特にパソコンなどね、IT の機械に本当に欠かせないこう重要なものっていうのがあるわけです。うん、こういうものが実は本当にある国でしか取れないってものがあったりするわけですね。うん、例えばコバルトというのはアフリカのコンゴ民主共和国で、はい、取れるわけですね。コンゴ民主共和国って今も内戦状態がずっと続いているわけですね。うん、そうするとコバルト鉱山を例えば内戦の2つのグループのどちらが抑えるか、うん、でこれ要するに世界中の企業がコバルトを欲しがっているわけですから、そこの鉱山を抑えると莫大な金が入ってくる、うん、その金をめぐって結局は内戦が激しくなったりするということもあるんだということですよね。うんうん、他の例えば中国がそこに手を出すとかそういうことはないんですか？当然中国がさまざまな形で支援をしている、うん、ということがありますし、うん、あるいはロシアもワグネルがねアフリカにさまざまな形で、軍隊を送ってましたよね。これもそれぞれの独裁国家を支援することでそこの鉱山の、独占採掘権を手に入れるということをこれまでもしてきましたよね。そういう意味でもアフリカでこの鉱物の争奪戦でまたさまざまな紛争が起きやすくなるってことですよね。うん、例えばワグネルっていうとね非常にこう強いこう武装集団みたいに私たちは思うんですけれども、うん、それは例えばアフリカの国の政情が不安定だから、うん、そういうワグネルみたいなものに来てもらった方が国としてはいいということなんですよね。はい、だから独裁政権を助けてあげますよって言ってワグネルの軍隊を送って。反政府勢力を徹底的にやっつけるわけですよね。でその見返りにそこの鉱山の採掘権をいただきますよという形で金儲けをしているってことですね。うん、そうやって勢力を広げていくというようなこともされているということが、はい、リスクになる。そうなんですよね。うん、はい。で8番目です。インフレによる経済的逆風。はい。はい。これアメリカの中央銀行の FRB の絵なんですけどね。はい、アメリカがとにかくインフレが激しいなので金利をどんどん上げてますよね。でなんとかインフレを抑えようとしてますけど、ヨーロッパにしても世界中で物価が上がってインフレがどんどん進んでいると、それに対してもちろん給料が上がればねなんとか対応できるわけですけど、それがインフレがあまりに激しいとそれができなくなるということで、結果的にインフレによって世界的な経済の混乱がこれから一段と起きるかもしれないよということをリスクに挙げているということですね。うん、日本はどうなんですか？はい、日本はそもそもずっと長い間デフレが続いてきましたよね。でデフレから脱却したのかどうかって議論もあるんですけど、これだけ物価が上がればもう客観的には明らかにインフレになり始めているということですよね。でそうなると給料が上がればね、でも物価が上がっても給料が上がればなんとか対応できるんだけど、さあそれがどうなるのかという、まあ今例えば経団連に加盟している大企業はみんな大体この春に 3% から 5%、 会社によっては 10% ね、給料を引き上げますよと言ってます。それが実現できればね、そういうところに社員はなんとかなるかもしれないけど、中小企業の場合は給料が上がらないということになると、ここでも格差というのが広がる可能性がありますよね。そうですね。ちょっとそういうところが心配になりますよね。はい、そして9番目です。エルニーニョ再来。はい、やっぱりね、自然災害がこれだけ大きくね、はい、取り上げられたり、日本だけでなくて、世界各地でいろんな状況が起きてると気になりますね。そうなんですよね。これもともとエルニーニョ現象というのは南米のペルーの沖合で、この辺りが海水が暖かくなることを言うんですよね。で本来ですとこの辺りって貿易東の風が吹いていて、この暖かい海水がずっとこの西太平洋まで行くんですよね、普通はね。ところがこれは原因がはっきりしていないんですが、東の風が全然吹かなくなると、ここに暖かい海水が溜まってしまう。東から西に風が吹かないからここに溜まってるということなんですね。でこれがね、これまで通りに普通に東風が吹いてるとこの辺りまで暖かくなるわけでしょ、西太平洋。そうするとここで太平洋高気圧が生まれて、で日本列島を覆うということになると暑い夏が来るわけですよね。ところがエルニーニョ現象が起きるとこっちに来ないもんですから、太平洋高気圧が発達しないということは、今年の夏日本が冷夏に見舞われるかもしれないということは、米など農作物が十分できないかもしれないよという、そういうリスクがあるわけですね。その一方でここがものすごく暑くなりますと、ここで高気圧がどんどん発達するわけですよね。そうするとこの周辺、例えばアメリカとかカナダのあたりはカラカラ天気になってずっと高気圧に覆われてしまうもんですから、小麦の出来が悪くなるかもしれない。去年日本でパンとかお菓子とかいろんなものが値上がりしましたでしょ。小麦が値上がりしたからですよね。で日本は実はアメリカやカナダから大量に小麦を輸入している。で一昨年の夏にアメリカカナダでものすごい干ばつで小麦の出来が悪かったんですよ。その結果、日本に輸入する小麦の値段が上がってしまったということは、つまりエルニーニョが再来すると日本ではお米などができない、一方輸入する小麦の値段が跳ね上がるとなると、本当に日本にとって食糧危機が来るかもしれないよということなんですね。小麦の値段が上がるのは今年、例えば不作だったとすると今年ですか来年ですか。例えば今年だと、今年の暮れぐらいにその今年の小麦が収穫されて、それを売りに出るわけですね。と日本の場合は個別の例えば製粉会社が買おうとすると、なかなかうまくいかないので、日本政府がまとまってアメリカやカナダの製粉業者と交渉して国として買い取りをするんですね。でその価格にちょっと上乗せをして、上乗せ部分は日本国内の小麦生産農家への補助金として使うんですね。で、それを日本の製粉会社に売り渡すという形を取っているもんですから、だからアメリカやカナダで小麦の出来が悪いと結果的に値段が上がってしまって、国内の小麦の値段も上がるということですね。いつ上がるということを聞きました今。だから例えば今年のだから秋の収穫でということになると、暮れからその翌年ぐらいの引き渡し価格が上がるってことですよね。そうすると今年不作だと来年の価格が上がるということですか。まあそういうことになりますね。私たちが買うということですね。だから去年の暮れにかなり小麦の価格が下がりましたよね。これはだから去年の夏のカナダやアメリカでの小麦が豊作だったから、だから小麦の価格が下がった。いろいろパンとかお菓子類結構値下げが起きましたけど、それは小麦の出来が良かったからだってことですよね。だから今年また小麦の出来が悪かったら。そうですね、来年の春ぐらいに値上がりするかもしれない。じゃあ暮れぐらいからその動きが始まるということですか。なるほど、はい、じゃあ私たちにもこれはかなり大きな影響があるということなんですね。はい、で最後です。分断化が進む米国でビジネス展開する企業のリスク。はい、これはね、はい、あんまり私たちには関係ないかもしれないんですけど、うん、アメリカでいろんな事業をしよう、商売をしようとする会社にとってはリスクになりますよということなんですね。うんうん、例えば今日本国内でも環境に配慮した会社を応援しましょうって言って、例えば証券会社が環境に配慮した会社を応援するという、そういう株式投資信託みたいなものを売り出したりしているわけですね。そうするとアメリカでも共和党が強い州はですね、そんなことはすべきでないっていうんですね。つまり環境に配慮した会社を応援しましょうなんてことはやるべきではないと。要するに会社は株主のために金儲けをすればいいんであって、環境のことなんて考えるなと。だから環境に考えた会社を応援しましょうなんて投資信託は認められないなんて言ってる州がいくつか出てきているんですね。と私たちは環境に配慮した会社を応援しようとつい思うわけですけど、で日本国内でもいろんな企業が環境に配慮してますよって宣伝してますよね。はい、そうすると日本ではいい会社だなって思うんですけど、アメリカはうっかりその共和党が強い州でそんな広告を出そうものなら出てけって話になるんですよ。うんうん、あるいは前にもこの番組でやりましたけれども、フロリダでゲイと言ってはいけないという法律ができた時にディズニーランドがそれに反対しましたでしょ。そしたらディズニーランドの優先的な地位を剥奪するということをしましたよね。つまり LGBT を応援しようということをすると、共和党が強いところではそんな会社は出てけとか不買運動が起きうるんだということですね。だからアメリカでいろんな仕事をするときに、ここが民主党が強い州なのか共和党が強い州なのかによってビジネスのやり方を変えないと思わぬリスクが舞い込んできますよっていうことを言ってるんですね。うん、そうするとまたちょっと一番に戻るんですけれども、うん、やっぱり大統領選挙の結果というのも気になりますよね。はい、この企業にとってもどちらが政権を取るかとか、はい、そういうことで大きく変わってくるということですね。そうですね。結局一番に戻るってことですね。私たちはこれをどう見たらいいんでしょう。だからこういうリスクの見方があるんだっていうことですね。で、本当にこの通りになるかわからないわけだし、あくまでアメリカから見た見方っていうことになるんだろうと思うんですね。だからこれをそのままそうなんだって受け止めないで、こういう見方もあるんだ、で確かにこういうリスクはあるかもしれないなっていうのを知った上で、これからの国際ニュースを見ていくということが大事なことかなと思いますね。はい、YouTube 学園から新しい本が生まれました。カタリン・カリコ mRNA ワクチンを生んだ科学者。以前にも大人向けの新書を出したんですけれども、今回子ども向けにまた書き下ろしました。私と池上さんがカリコさんのお宅アメリカに行った時の話も入っています。ぜひお読みください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。